すすきの交差点です。信号が青になり渡っていますと、向かいからは多くの人が来て渡りづらいぐらいの人出となっています。携帯電話の位置情報を解析したデータによりますと、昨日午後8時のすすきの周辺は緊急事態宣言解除前の先週の同じ曜日と比べ、およそ 36% 人出が増えていました。人はすごい出てますね。なんとかこの調子で行ってくれれば売り上げ上がるんじゃないですかね。おとといから営業を再開したこちらの飲食店では、昨日第三者認証を取れたことで午後8時まで酒を提供できることになりました。家ではやっぱり生ビールは飲めないから、生ビール美味しいねって言って喜んでるお客さん多いですね。問題は、平日の方がどうなるのかなっていう心配をしてますね。